前を通るたびに目についていた五島ラーメンうどんの看板、気になりますよね。ギャラリー笹山に行きましょう。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩きバイ静岡人、ブログもよろしくね。 JR 東海道線西会津駅から車で13分、国道150号線沿いにある店、五島ラーメンと書いてある手書きの看板がめちゃめちゃ目立っているので、気になっていた方も多いのではないでしょうか。この独特な字体好きだな。他看板にはカラオケ喫茶、ギャラリーと書いてあります。一体何の店なんだろう。不思議に思いますよね。私もそう思っていました。訪問時 Google マップでは、ギャラリー笹山は居酒屋で登録されていました。ただでさえ謎の多い店なのに、居酒屋じゃ余計混乱しますよね。交通量はそこそこ多い通り沿い、すぐ近くには土地山川が流れています。中華料理店だと天津、ラーメン店だとラーメンショップ焼津三輪店が比較的近いです。五島うどんとは長崎県五島列島で生産されているうどんで、五島手延べうどんとも呼ばれます。細麺ながらも強いコシを持ち、椿油を塗って熟成するのが特徴。長崎県を代表するうどんであり、讃岐うどん、稲庭うどんと並び、日本三大うどんの一つとされています。讃岐と稲庭は聞いたことがあるし食べたこともありますが、五島うどんは食べたことがありません。静岡県焼津市本中根107-5、店頭では黄色いパトライトが回っていて怪しい雰囲気。カラオケ喫茶は右側の階段の下とのこと。地獄炊きうどんが気になりすぎる。駐車場は店の前と店の下にあります。店内に入ると絵が壁に飾ってありました。結構ごちゃごちゃした空間で、こういう雰囲気大好物です。テーブル席のみありました。いろいろ観察してみると、値札がついている絵もありました。店主さん、フランスの国際絵画展で入賞されていました。五島列島出身で、五島列島のことをもっと知ってもらうためいろんな活動をしているようです。お店は初めてと聞かれ、はいと答えるとおすすめなどを教えてくれました。うどん、ラーメン、パスタほか一品料理などもありました。クリームソーダまである。お酒もあり、ネギラーメン、五島かまぼこ付き、調理しているところは見えないのですが、奥の方からできましたよという声が聞こえました。受け取りに行くのかと思い席を立つと、そこにいてくれればいいよ
と言われ待つことに。ラーメンも食べたいと言ったら、ネギラーメンがおすすめとのことで、注文しました。春キャベツは柔らかくて、このスープによく合います。トッピングはナルト、メンマ、ネギ、チャーシュー、春キャベツなど。スープはあっさりしたもので、口当たりは優しいもの。豚骨や鶏ガラなどがベースになっています。熱々なので注意が必要。出汁感は結構感じられます。トビウオで取った出汁が使われていて、物足りなさはありません。こういう出汁感が感じられる。スープって好きなんですよね。塩分濃度はやや高め。和な感じのスープだったので、一味を投入しました。美味しいじゃないですか？細ストレート麺はおそらく五島うどんと同じ製法で作られたもの。綺麗な白色で、表面がツルツルしています。材料は小麦粉、塩、椿油のみであり、小麦粉は日本国内産。塩は五島灘から取れる。海水塩を使用し、椿油は 100% 五島産を利用しています。コシがあり食べ応えのある麺。ナルトは2枚入っていました。チャーシューは噛み応えのあるもの。五島かまぼこはマヨネーズが少しついていました。ちくわとマヨネーズの相性がいいのと同じですね。魚の風味が感じられましたが、トビウオを使ったものかはわからず、黒はんぺんをもっと固くした感じ。地獄炊きうどん。地獄炊きうどんは、地獄炊きと呼ばれる方法で食べます。地獄炊きとは、ぐつぐつと煮立った。鍋から直接うどんを取って、食べるもので、煮えたぎる鍋が地獄の釜のようで、あることからその名がつきました。鍋ごと提供される感じですね。麺がツルツルすぎてよく滑るんです。トビウオなどで取った、だし汁につけていただきます。一味を投入してみました。こちらも出汁感がかなり感じられ、物足りなさはありません。麺はラーメンのものと同じく、コシがあり滑らかなもの。麺の作り方に特徴があります。まず小麦粉を塩水と共に練り、木箱の中で熟成させます。それを細かくし、数回に分けて伸ばし、これを吊るし干しします。吊るし干しの工程に至るまでに、20回以上生地を伸ばすんですね。乾燥させる際に椿油を塗りながら、麺を伸ばします。一般的なうどんよりは、そうめんに近い細く丸い形をしていて、椿油を生地に練り込んでいるため、細麺でも伸びることなく、独特の食感を維持できるのです。途中でネギ、わさび、かつお節などの薬味を入れながらいただきました。初めていただきましたが、この麺の美味しさは感動的。お店に行けないという方でも、通販でも手に入ります。概要欄にリンクを貼っておきますね。
ですが、ぜひこのお店の雰囲気と一緒に味わってみてほしいです。勇気を出して入ってみましょう。うなぎうどんやくじら肉うどんも気になったのでした。静岡県焼津市のギャラリー笹山、五島ラーメンと書いてある手書きの看板がとても目立つので、気になっていたけど入ったことがないという方も多いのではないでしょうか。地獄炊きうどんの文字が強烈なインパクトを発しています。店内に入ると絵が壁に飾ってありました。結構ごちゃごちゃした空間で、こういう雰囲気大好物です。店主さん、フランスの国際絵画展で入賞したこともあるようです。いろいろ観察してみると、値札がついている絵もありました。うどん、ラーメン、パスタほか一品料理などもありました。一押しは五島うどんだそう。ラーメンならネギラーメンがおすすめだそう。トビウオで取った出汁が使われていて、物足りなさはありません。細ストレート麺はおそらく五島うどんと同じ製法で作られたもの。綺麗な白色で表面はツルツル、コシがあり食べ応えのある麺。チャーシューは噛み応えのあるタイプ。五島かまぼこは黒はんぺんよりやや固めでした。地獄炊きうどんは煮えたぎる鍋が地獄の釜のようで、あることからその名がつきました。トビウオなどで取っただし汁につけていただきます。麺はラーメンのものと同じくコシがあり滑らかなもの。初体験が今になったのを後悔しました。